こんにちは、レンジです。天柱3の続きをやっていきます。今回は、あやめ編の任務9、決戦天雷城塞。行ってみましょう。まだ最後じゃありません。力丸で最後だと思ったら、違ったから。激闘の末、カグラを倒すことに成功したあやめ。洞窟を抜け出したあやめの目前には、不気味に霧に浮かぶ天雷城塞が姿を現している。あやめは何のためらいもなくその一歩を城塞内に踏み込んだ。なんかあっさりしたあらすじでしたね。さあ、つせみと神妙丹と毒消しもいるんだよ。毒消し5個くらいとこれおぼろ行きましょう。なんか前回分かったのが、この敵は人だけにあらず、ワンコロもいいのか。あらゆる忍びの技を尽くせ。天雷に天柱を下せ。嘘だからね。天雷まだ出てこないよ。いや、どうだろうね。出てくるか。まあ、力丸の時と一緒でしょ。配置は違うけど。こっちにさ、なんかすごい広い空間があるけど、特になんでもないね。前回分かったのが、この最強武器には、それぞれデメリットがあるってことですね。あやめの場合は毒にかかって、力丸の場合はめっちゃ重いっていう。そういうことですね。あ、危ねえ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 。あっちにもいる？いないね。こいつをまずサクッと倒しましょう。危なっ！今の危なかった。お、こんなところに神妙丹が。この下にいるでしょ。いたいた。よいしょ。すごいサクサクいってるね。あやめは足が速いからいいよね。この道中がすごく楽。よいしょ。はい。もうスタイリッシュに行きましょう。ここは難しくないんでね。ここがな、いっぱいいるんだよな。まずそこにいるね。落ちたよ。はい。叫んだらさ、周りの人気づかねえのかな。あ、あの上にいるね。え？うわぁ、人だけにあらずってそういう意味。おぼろと雫持ってくれよかったな。まあ、人だけにあらずって言われたのはもうアイテムとか取った後だからもう遅いんだけど。あそこに人もいるじゃん。あっ、いやー今チャンスだったのに。よいしょ。あっマジ、一旦いける。よし完璧。え？見えてんの？なんで？え？あー、なるほど。人ならざる者に見られる。一回逃げます。え？いや、うっそー。八角が、めっちゃ増えちゃったんじゃない？
うわ、ここまで来んの。いやちょっと君、しかもこっち来てる。よし、こっちまで連れてきたのはナイスだ。で、人は？あ、ちょっとタイム。部屋の電気を消さないと。見えない。いた。よし。ここに、こいつがいるから。いや、せっかくサクサクいけると思ったのに、ああいうやついると困るね。よし、あとはいない。お、よいしょ。おっ、危ない。お、大丈夫だった。よいしょ。なんつったっけあいつ。ハゲパジャマ見えちゃう。早く行け。よし、どっこいしょ。ハゲパジャマだ。よいしょ。うっ、今のずるいって。いや、ダメだ。お、ナイスじゃない？こっちに戻ってくるよ。戻ってこないんだ。あ、やばい。うろうろしてる。いや、もったいね。何のために巻いたかわかんねえな、今の。しかし、なんで見つかったんだよ。こっち向いたのかな。あ、ここ、二人いたとこ。あれ？いない。お、この裏にいるな、きっと。いた。来るかな。来そうだね。来た来た。え、こっち来んの。もう出会い頭に行くか。うい、どうだ、2個2個。いいね、正面から行くと2個取れる。ああ、そこに、こっちまで来るでしょ。来ないんだ。あ、あ、いやー、下手くそめ。ほんと下手くそだよ。走ってる走ってる。お、お、いやー。おい、殺す。いや、すごい下手くそだ。どうしよう。
あいつ動かねえ気だな。さて、あ、動いてる。このタイミングだよな。いやー、もったいねえな。ちょっと待ってください。こいつもアップでも。すごい、黒目がない。チャンス。あ、ああ。よし。はい。裏はやて。丸ボタンプラスバスボタンの同乗して発動する。敵に大ダメージを与えることのできる究極攻撃。間合い打ちに複数の敵がいる場合は、自動で連続的に攻撃を当てることができる。ただし、一度技が発動すると、相手に当たる当たらないに関わらず、体力が1になる。なるほど。力丸の場合は一撃で倒す。あやめの場合は大ダメージを与えて、周りにも当てられる。ということですね。あれ？どっちだっけ？上だっけ？上だね。あれ？っていうか、おー、いたー。え、どこまで行く？ほんなら、こっち側張り付いた方がいい。えぇ！やべ、もう戻っちゃったか。ここだ。あー、戻っちゃった。抜くわな、こっち。これくらいかな。はい、行きましょう。よいしょ。この火当たったら多分燃えるな。よし。ここは落ちるから気をつける。ああ、気をつけろって。ねえ。お、いる。お、お、いやあ、ほんと下手くそ。落ちたね。バカだね。いや、こりゃ、得点低いよ。いる？痛い。うわー！お前さんか。え、こっち来んの？ここ一周回る？そんな感じだね。あ、戻るか。あ、いし、え？え、どういう？え、君、どこ行くの？マジ？超めんどくせえやつじゃん。花粉。よっ。チャンス？チャンス。ほっ、ほっ。あれ？どこ？ああ、危ないって、危ないって。こっちはいない。こっちもいない。ああ、いる。うん、大丈夫。どこまで来るかな？
そこまで？あ、来るね。ここまでは来ないか。はい。下っぽいね。うわぁ、お前かよ。ほんと嫌だ、こいつ。すげえ汚ねえけど。なんか、うわぁ、血がついてんのに、骸骨っていう。無事。どうするここ。後ろ向く？ここで行かなきゃないな。おぉ、よし、強行突破。むずすぎるでしょ、今の。もうちょっと人を殺したい。いた。で、ボスだね。ボスなんだけど、まずこれを持ちます。毒消しを飲みます。おにぎりを食べます。完璧だ。さあ、行きますよ。鬼影かな？そうか、竜丸か。そろそろ現れると思っていたよ。あやめ、どうやら今度は殺さねばならんようだ。竜丸、悪夢は自分で覚まさないとね。なんかこの人ね、兄弟子らしい。あやめと息丸の。よし、毒にかけた。このさ、毒で、よろってるとき、ガードできないじゃない、この人。え？超強い武器じゃん、これ。おう、強え。何これ。お、なんか燃やってる。マル、あんた、まさか。俺のことは構うが、早く先へ行け。言いたいことが山ほどあるんだ。
後で覚悟しときなよ。もう死ぬ人の体勢になってる。つくづく自分が嫌になるな。ああ、ダメだね。忍術回転取れてないね。中忍。ああ、弱い。八角17。下手くそだ。まあ、よしとしましょう。いや、しかし、おぼろ、めちゃくちゃ強い。相手にガードできなくさせるっていう。はい、じゃあ。次でラストだと思います。おそらく。はい。では、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。